がスーパーサイヤ人。そしてスーパーサイヤ人2。そしてこれだ。うわあ！これがスーパーサイヤ人3だ。怖い顔になったってちっとも怖くないぞ。どうなってるんだ。こんなバカなことが起きるなんて。間違いない。あの二人が歴史の改変を引き起こしています。俺は先日の歴史の改変の影響でうまく力が使えません。すみません。あなただけが頼りです。トワにとって魔人ブーは兄ダーブラの仇。もしかしたらブーの方を狙ってくるかもしれませんね。悟空さんたちと魔人ブー、どちらが欠けても歴史の流れが変わってしまいます。奴らが悟空さんたちやブーに接触する前に何としても阻止してください。あれが孫悟空か。ブーも孫悟空もかなりのキリよ。奴らのエネルギーを奪えれば暗黒魔界の復活も目前だわ。二人まとめて片付けてやるよ。またあんた、どこ行ってもついてくるんだから。ほんとしつこい連中ね。どうやったのか知らないけど、トランクスも助かってるみたいだし。いいだろ。孫悟空の前に貴様と決着をつけて1対1だ。わざわざそんな面倒なことしなくても。俺が負けるとでも。そういうわけじゃん。もダメージが見えてきました。このまま一気に押し切ってしまいましょう。最強は俺だ。俺でなくてはならないのだ。貴様など、貴様などに貴様の本気を見せてみろ。久々に強敵に会えて嬉しいのね。未来の世界じゃ強い奴はみんな倒してしまったのよ。新しい暗黒魔界の王の力見せつけてやりなさい。
くついにやりましたね、ミラの最後の。ミラがいなければトアも何もできないでしょう。あとは歴史の改変を元に戻せば全て解決ですね。さすがにそいつはちょっとずるいんじゃねえか。変だ。ちょっときついけどやるしかねえか。サンキュー、助かったぞ。とりあえずみんな殺しちゃおう。いくらスーパーサイヤ人3の悟空さんでもブー3人の相手にするなんてさすがに無茶です。それに悟空さんがスーパーサイヤ人3になれる時間は限られています。悟空さんの代わりに時間を稼いでください。怖い顔になったってちっとも怖くないぞ。こいつすっとぼけた顔してとんでもねえ強さ。変身犯の技みたいな普段振ってるわけでもねえし。どうやって殺そっかな。限界だ。キッザ
お前と戦うの面白い。もっとやるぞ。こいつは光栄だな。だけど、オラには時間がねえんだ。悪いな。すぐに追わせてはいけません。ここで食い止めてください。邪魔をするつもりか。すごいな。死んじゃうぞ。あれ1、2、3、さっきよりブーが増えてないですか。
人ブルー、俺の声が聞こえるか。あと2日待てばお前よりずっと強い奴が現れる。きっと戦うと面白いぞ。だからそれまで地球を破壊するのはよすんだ。俺より強い、そんな奴いるわけないもんね。いるんだもんね。むっかー、じゃあ連れてこい、殺してやる。だから2日待ってくれ。そしたら必ず現れる。約束だ。お前と戦うのも面白い。その強いやつが来るまでお前俺の相手をしろ。お疲れ様でした。ようやくこれで全て片付きましたね。歴史の改変も二度と起きないはず。おや、何ですかそれは。どことなくまがまがしい気を感じますが。手を出しなさい、早く。魔人の紋章ということはやっぱり魔人。何者ですかそいつは。以前も話したでしょう。昔時の巣を占拠して時空を支配しようとした悪人がいたって。そいつがキー、やっぱりあなただったのね、魔人ドミグラ。面倒な連中を片付けてくれて助かったぞ。その礼に楽に死なせてやろうと思ったが、プレゼントを受け取ってもらえず残念だ。あの時手助けしたのはミラと相打ちにさせるつもりだったのね。あなたらしい卑怯な作戦だわ。時々を渡せ、時の海王神。お前のその座は私にこそふさわしい。あなたは時の狭間に閉じ込められているのがお似合いよ。いつの間にあそこから出てきたのかしら。幻。直接会えるのももうすぐだ。楽しみに待っているんだな。魔術で自分の姿を映していたのね。本体はまだ時の狭間にいるんだわ。時の狭間というのは、時間の流れから外れた閉じた空間よ。ドミグラはそこに閉じ込められていたはずなんだけど、少しずつ歴史を歪ませ出口を作っていたのね。また巻物が。ドミグラが歴史の改変を引き起こしたんだわ。歴史を大きく歪ませて時の狭間に穴を開けるつもりね。早く何とかしないと。
ドミグラ、時の狭間に閉じ込められたままここまで強力な魔術が使えるようになっているなんて。確かにこの時代に地球は一度消されてしまいます。でもドミグラも早く時の狭間から抜け出そうと急いでるのかしらね。なんとかしないと。でもその前にもう一つあったでしょ、歴史の改変が。ええ、ドミグラがピッコロさんを操ってましたね。時の海王神様、どうすればピッコロさんを正気に戻せるんですか。そうね、洗脳の魔術を打ち破るには魂のこもった熱い一撃を体に刻むしかないわ。つまり思いっきりぶん殴ればいいの。本当ですよね。神様は嘘つかない。ドミグラが何をしてくるか正直予測できません。大変でしょうがお願いします。俺にもわかんねえよ。ピッコロさんがおかしくなっちゃったんだ。一緒にいるあの変なおじさんの仕業みたいだよ。だったらあいつをやっつけりゃいいんだな。なるほど、なかなかの腕前だ。だが私の幻影を倒したところでピッコロの洗脳は解かれた。私の力でピッコロの能力も上がっているし、さあお前たちに歴史の改変を修正することができるかな。死ぬ！
だダメか。やはり時の火曜神様を見通し、もう少し攻撃を加えないといけないみたいだ。Yeah!
お前、なんだ。面白くない。面白くないぞ。いいですよ。ブーに余裕がなくなってきました。開閉された歴史では、ブーの被弾で地球が破壊されてしまいましたが、その分、それだけの被弾を撃つには、火を止める時間がいるはずです。ブーに時間を与えてはいけません。休まず戦い続けるんです。間に合って。ごはんさん。兄ちゃん、よかった。死んだじゃなかったんだね。本当に、ごはんなのか。おい、まさか。お前も俺と戦うつもりか。違う。様を殺すつもりだ。純粋な魔人ブーに、これは本来の歴史の流れじゃない。なんでお前は。なんだっていい、お前を倒すことは変わらない。ごはん、まだ全てが終わったわけじゃない。いいですか、もっともっとブーと戦い続けてください。歴史の改変を食い止めるチャンスはまだ残されています。どっちにしてもやるんだ。笑ってやる。
やりましたよ。間一髪でした。伊藤さんとご主人の到着を待ってたんで、これで瓶を通せば歴史は修正されます。カカロット、貴様今まで何度父を救った？いいだよ急に。元気玉の用意だ。地球はナメック星のドラゴンボールで復活できる。お前は地球の奴らにも責任を取らせてやるんだ。これで最後です。僕と一緒に魔人ブーと戦ってください。聞こえるか世界の人間ども、今あるところで魔人ブーと戦っている戦士がいる。そこでお前たちの力を借りたい。力を合わせてブーを倒すんだ。オラに元気可能な限り分けてくれ。頼む。おい、ブーを消すにゃ。これでも多分まだ足りねえぞ。分かってる。こいつもこいつも俺の言うことなんか信用しやがらないんだ。あいつ巨人ども、さっさと協力しやがれ。出た。なんでみんな分かってくれねえんだよ。このミスターアサダン様の頼みも聞けっていうのか。俺が魔人ブーを倒してやるから早く力を貸さんか。あんた、まあしょうがないか。こうでも言わんと。きた、おお、離れてろおめえたち、いくぞ。手間取りやがって。ふん。やったのか。やったんだな。地球の諸君、恐ろしい魔人ブーはたった今死んだ。もうパパってば。ほんとすげえやつだったな。ふん、今度は1対1で勝ってみせる。いやー
お二人ともお疲れ様でした。そうそう、あんたもよく頑張って。ん？あれ？ん？すごい、本当にすごいですよ。あの魔人ブーを倒してしまうなんて。でも恐ろしいのはブーさえも利用するドミグラの魔術よ。時の海王神様、ドミグラとは何者なんでしょうか。7500万年前に私と戦った悪の魔術師よ。奴は自ら魔人を名乗り、時々と時の巣を我が物にして自分の望み通りの世界を作ろうとしたの。時間を思いのままに操るということですか。とんでもないやつですね。その時に時の狭間に閉じ込められたんだけど、そこでずっとパワーを貯めていたみたいね。パワーを7500万年も。あ、今私のこと7500万歳以上なんだって思ったでしょう。え、いえ、思ってませんよ。実年齢なんて関係ないんだから。私よく年の割に若く見えるって言われるし。そうですか。あの、時の海王神様、俺たちはこれからどうすればいいでしょうか。奴は危険すぎるわ。絶対に外に出すわけにはいかない。歴史の改変を食い止め、時の狭間から出さないようにするのよ。わかりました。過去も未来も魔人の好きにさせるわけにはいきませんからね。あともう少し、もう少しだ。